日本人の神戸市民淡井圭介です。皆さんこんにちは。本日は2023年7月の18日、まあまだ朝7時33分ですけども、阪神タイガースの、方たち、前半お疲れ様でした。まあ私の方からメッセージを送らせていただきます。まあ最終日しっかり勝てましたけども、その前の2つの順戦、2試合負けましたが、その日は、ちょっと遊んでいます。で、一応ね、これは私の方からの考え方でいくと、スポーツの勝ち負け、さまざまなことを取り組んでるじゃないですか。で、それを労働と、見なした場合、まあ個人の権利もので 2.5% にせよ何にせよ、歩合出来高に給請負、何でもそうなんです。会社の役員でも労働時間は一月上限220時間ぐらいまでで設定されていて、年間は2500時間が最大なんです。で、日本シリーズまで来た時に、もし年間のそのスポーツの勝ち負けをしている時間、つまり基本的に遊んでいない時間が仕事として計算されてしまった場合、すでにそこで2500時間達していた場合、日本一取れない可能性があると。だからコンピューターが、どういうふうな計算をして、コンピューターが神がかり的な力を使ってくる以上、その辺のところの、法律遵守をしながら、そこをどううまく対応していくかっていうことを考えてるんですよ。で、私のしてることって、どこからどこまで仕事なんですかっていうのもあるじゃないですか。例えば、河川水門開閉式玉発電の撮影だとか、いろんな情報とか、まあ、探して一覧表を作ったりだとか、そういった部分の対応って、政府や大学の教授、准教授として仕事としてされている方たちもいらっしゃいますよね。それは研究機関としてもそうですし。となってくると、どこからどこまでが仕事なんだっていうことになります。で、まあ、基本的にスポーツの勝ち負けの時間帯、取り込んでる時間を、労働時間として計算すると。まあそういうふうな考え方で私は行動しているんですが、一応 YouTube もこれはお金が入り次第、やっぱり労働ということになってくると思います。で、まあ入ってくる収入がどれぐらいなのかっていう部分もあるでしょうし、で、うん。もちろん労働基準法では、例えば1日の労働時間が7時間45分だったとしたら、休憩時間は45分間は絶対、休憩しなきゃなんないと。まあ、例えば、6時間以内に45、30分以上の休憩は入れなさいとか、まあ、そういうふうな、細かいルールがあります。法律的に。ですので、それを考えると、ちょっとぐらい遊んでる時間を入れておいた方が休憩時間ということになるんじゃないかと。一応試合でも、大抵の試合で僕はルール、世界のルールは法律ですっていうことは言ってるんですよね、声に出して。だからそれで通るはずなんですよね、物事。そこを受け止めていない方たちが存在するのかどうか、要するに休憩をしてるかしないかっていうことだと思うんですよね。まあとにもかくにもね、前半皆さん、すごくよく頑張ってくれたと思います。まあ佐藤輝明選手に関してはまあだいぶ前からガム噛んでませんので、しっかりと能力発揮できると思います。で、それをこういうふうな形で公開したりしなかったら、
なかなか選手は力を発揮できていないんじゃないかなという懸念があります。まあ、ガム噛んでる回数によって結局、佐藤輝明選手がね、取れそうなゴロが取れなかったりだとか、まあ、エラーになったりだとか、まあ、打率がなかなか上がらなかったりだとか、まあ、そういうふうなね、状況が出来上がってるだけなんでね、ガムさえ噛まなかったら、しっかりとまた復調できると思いますんで、まあ、その辺のところは、まあ、私は懸念はしていません。まあ、今もお腹の体温とかはなくなってきてるんで、まあ、バッターボックスの佐藤輝明選手の方に行ってるんじゃないかなと思います。これは、まあ、基本的には僕はリアルタイム型であり、プラス未来の時間軸から力を貸してるという、まあ、二重的な仕掛けで動いてる時も結構あります。で、これはね、試合の中継を見ていたとしても、ハイライトの部分が流れてくるじゃないですか。だから、試合を見ながらでも、リアルタイムの時間帯に試合を見ながらでも、映像を再生されるっていうことは、未来からの時間軸から関わってるっていうことにもなってくるんです。一応その方法がなかったらね、昨日のニュースで、車椅子テニスの17歳の日本人選手の人が、優勝しました。まあそこも僕は頭なんかしっかりと貸してからですね。まあ、最初はちょっとどうかなっていう形で見ていたんですけど、相手に押されていました。ね、そこをやっぱり頭を貸すことによって、しっかりと頭の中をですね、貸すことによって、しっかりと、良い、まあサーブだったり、まあ、相手にボールを返すときも、まあ、オンラインとまではいかないんですけども、枠のね、あの線の、まあ、いいところにボールを打ち込めていると。出来上がった、その、完全状態、まあ、覚醒状態といいましょうか、私がただ持ち始めたような造語なんですけども、オンライン状態になるんですよ。多くのスポーツで。例えば、テニスだったら、そのね、ラインの上にちょうどボールが落ちる。まあ、サッカーで言ったら、まあ、昨年のワールドカップの三笘の1ミリと呼ばれているような、ギリギリのラインからボールが出てるか出てないか人間ではまず認識不可能、上からの映像でしっかりと確認しなかったら、判定なんかできませんっていうような、ああいう風なギリギリのところ。ああいうふうなプレーをされると、やっぱり相手選手対応できないんですよね。で、まあテニスで例えるとコートの枠が広く使えると、その分ね。まあ野球でも同じで、ストライクゾーンが、オンライン状態でボールがストライクゾーンにピッチャーが投げ込むのが普通になってくると、これはね、バッターはものすごく対応しづらいです。明らかにストライクゾーンが広がっているような状態になってますから、他のピッチャーと比べてね。だからその辺のところでの調子の良さっていうところも、まあ、測れるかと思います。オンライン状態に行ってるかどうかで。で、たまに球審で、僕もね、真上からの、映像とかもなかったら、あと、真横と真上ね。あと、真後ろと。それがなかったらね、フォークボールの膝元のところのボールで、膝ちょっと上ぐらいから、中途半端な落ち方をしてるフォークボールですね。で、たまに、あれ、今のストライクじゃないんですかっていうことは、見受けられますね。昨日の試合にも実は見受けられたんですよ。内角のボールで、膝元。昨日だったと思います。昨日かもしかしたら2日前かもしれませんけども、中日戦で。多分ね、ストライクだと思われます。膝ちょっと上から落ち始めてる。で、キャッチャーのミットはもちろん掴んでるところは膝からボール、
2個分ぐらい下のところで掴んでるんですけども、高さ的にはこれ多分だ、通過してるところがボールの一部分が触れていれば OK なんです。だあれはオンラインだと思われます。だから昨日の試合とかも、まあ、しっかりと、試合終わるまで遊んでない状態でその日一日を過ごしていて、いろんなことを YouTube にアップロードしたり、その辺を整理整頓したりだとか、いろんな情報を上げたりだとか、まあ遊んでない日の状況は、作っていました。であれだけの情報量を対応してましたので、それは勝ちます。しっかりと力が生きやすくなりますんで、まあまあなかなか大変な日です。世界水泳対応しながらなんで、まあちょっと心配なのは近本選手ですね。その肋骨の、骨折で、まあ骨折にもまあいろいろあって、骨にその亀裂が入った状態なのか、それとも完全にこう折れてしまった状態なのか、完全にまあ折れてしまった状態だったらちょっと治るのに時間かかるかと思うんですけども、まあ、亀裂が入ったりとかひびが入ったりとかでもこれ程度によるんですよね。例えば1センチほどのその亀裂が入ったとか、それだったらまだ完治がある程度の期間で、できると。ただし亀裂が例えば10センチほどあるだとか、そうなってくるとまあ回復するのにだいぶかかるだとか、まあその辺のところがあるんでね、まあ他にも選手はいっぱいいますんで、まあここぞと、チャンスだということで、皆さん頑張られると思います。その枠は一つ空くことによってね、他の選手で十二分にその役は、埋めていただけるかと思うんです。で、まあ元気な姿でクライマックスシリーズや日本シリーズに間に合っていただけたらなと思います。元気なっていうのはしっかりとした復調した状態でっていうことですね。だからまあ骨折してる間いかにして筋力を維持するのかっていうところ、まあそれもいろいろ工夫しながらだとは思うんですけども、お腹にどうしても力入るじゃないですか。ダンベル使うにしてもスクワットをするにしても、まあスクワットぐらいだったらちょっとぐらいしかお腹には力入らないと思いますけど、その辺お腹のこう力を抜きながらスクワットしたりだとか、まあいろいろトレーニングの仕方はあるかとは思います。基本的にねぶつけさえしなかったらお腹にあんまり力入れないんであれば、肋骨の部分であればね、筋力トレーニングはしていた方がいいと思います。血液の循環とか良くなりますんで、その方がね早く治ると思います。まあ、僕も肺に穴が開いたりだとか、左手首脱臼したりだとか、右足開放骨折したりだとか、両顎を割られてここを2箇所、まあ、プレートでつけてとか、まあ、いろんな怪我いっぱいしてるんでね、まあ、その辺なところ、まあ、なんとなくですけども、大体、まあ、分かる方だと思います。あとは今シーズンで前半の終わりの方で大竹投手か村上投手どちらかの時だったと思うんですけども、まあ私が100球が近づいてきたのでそろそろブルペン作った方がいいということを岡田監督に申し上げた時に、まだだっていうことをはっきりと言ってくれたんですよね。そうなるとこちらも考え方がしっかり固まるんですよ。でこれは順序っていくと、特に100球のルールをほぼ意識していなかった頃から今シーズンって多くの阪神タイガースだけじゃなくてよその球団のピッチャーも打たれているから、これ見極めがなかなか難しい部分があると。でただし関東完封も稀にあると、その日のピッチャーの出来次第だと思うんですよね。でもちろん体力的に大丈夫かどうかだとか、まあその辺のところで監督がスパッとこう言ってくれたら、しっかりと言ってくれたら、僕の方もねその方向性で考え方固めれますんでね、やっぱり自分が考えてる内容とか
心の中での言葉の組み方とか、自分で発する言葉だとか、やっぱり試合に影響が出てくるんで、考え方がね、方向性一致させるっていうところがものすごく重要なんです。まあ送りバントもしっかりとできてますし、ただその中日戦3連戦の時とかちょっと不可解なところ、昨日の試合でもだったと思うんですけど、ピッチャーの打席の時にワンアウト1塁のケース、絶対送りバントですよ。もうそういったところはっきりしましょう。まあピッチャーで例えば大谷翔平みたいに二刀流ができる人だったらね、打っていった方が良い場面とかあるかとは思うんですけども、打率がはっきり言って物事を物語ってるんですよ。ですのでピッチャーもそこまで打率が低い人を相手だとやっぱり簡単にストライクゾーンにボールを投げ込みやすく、気持ち的にね、なりやすいんで、やっぱりフォアボールを得にくい部分もあるといえばあると思うんです。だから確率的云々の部分もありますから、やっぱりそこはしっかりバント、日々バント練習はしっかりしておくということでね、物事を固めていただけたらなと思います。まあ、島田選手とかもそうですけど、今打率上がってないじゃないですか。で、もともと足速いバッターですから、セーフティー気味のバントとか狙っていったらいいと思いますよ。で、それであんまりにも野手が前進してくるようであれば、バスターかけるとかね。まあ、それによってヒットゾーン全然変わってきますんでね。ゴロがヒットになると。まあ、そういうふうなケースが出てくるんでね。いろいろ工夫はしていきましょう。やっぱり、阪神の特徴として、まあ、フォアボールをしっかりと見極めれると。で、ランナーが塁上にいるケースがたくさんあると。それによって相手の守備体系とかも、やっぱりゾーンが、ヒットゾーンが広くなったりとかしますから、そこでそういうふうな、バントを混ぜることによってね、いずれバッサーが生きてくるでしょうし、まあ、そういうふうな野球をしっかりとすることですよね。まあ、あとはゲッツーをしっかりと取ると。いいところの打球が飛びに行くでしょ。セカンドとかショートにね。ゲッツー取りやすいところにボールが飛んでいくようにね。それがまあ僕の神がかり的な力の特徴でもあります。まあ、5月の19勝した時、あれぐらいの頃、だと思うんですけども、4月かな、相手がバントの構えを見せていても僕はゲッツーを狙いに行きましょうと、まあそういうふうなことを言ってるんですよね。で、実際ボールバントしてフライ上げちゃってキャッチしてファースト送球してアウト、ゲッツー、こういうこともあるんです。だからまあ相手がバントの構えを見せていても私がゲッツー狙いといえばゲッツー狙いなんです。まあそれでゲッツー取れなかったとしても、ほぼアウト取れてるんですよ。だから、ゲッツーをいかにたくさん守備陣として重ねていけるか、年間通して。多分阪神タイガースが守備、そしてゲッツーを取る、まあ、行う回数が多分12球団で1番というような形になってくるかと思います。で、フォアボールの数も12球団1になってくると思います。やっぱりそこにあとはしっかりとしたバントとかを織り交ぜてくると、ピッチャーの防御率も良くなってきますし、やっぱり1位という座にいるような形になってくると思います。チーム打率がちょっと5月の頃と比べると6月だいぶ下降してしまってというところで、まあ6月7月の間にという部分で、まあもうちょっと打ってほしいなと。
ヒントはね、この間の、今7月18日ですけども、中日戦でね、坂本選手が当てるようなバッティングでね、ポンとこう、打つような形で、まあ、死んでさえ当たってしまえば、まあ、ライナー性の打球であれば、まあ、外野の前にちょうど落ちてくれるっていうパターンですよね。バットしっかり振りに行って、ライナー打っても、例えばレフト真正面、センター真正面、ライト真正面とか、ほぼ、例えば横に3メートル範囲とか5メートル範囲とかだったら、やっぱり簡単に取られてしまうじゃないですか。だから、本当は内野手と外野手の間に、いかにボールを、まあ、持っていくのか。もしくは、まあ、センター方向とか、内野でも速いゴロを打つとか、だからまあ、ライトとセンターの間とか、レフトとセンターの間とか、まあ、守備体系によっては、レフトがセンター寄りになってる時なんかは、やっぱりレフト線、ガラ空きになってきますよね。だからそういうふうな相手の守備体系見ながらの打ち分けをしっかりと、心がけると。意識することによってね、やっぱりそういうふうなところに打球を、打ち込みやすくなりますし、まあ、率上げようと思ったら、ああいうふうな軽打を混ぜていくことでしょうね。特にツーストライクに追い込まれたとき。それによって、基本的にね、もうどこのピッチャーもそうなんですよ。1位の球団相手してるでしょ。だから、ボールゾーン、ツーストライクまで追い込めたら、もうボールゾーンばっかりボール投げたがるんです、相手ピッチャーは。心理的に振ってくれたら儲けものと。で、淡井圭介のその神がかり的な力とかも知ってるでしょうから、まあ余計ストライクゾーンにボール投げ込みにくいっていうところもあると思うんですよ。で、まあ阪神タイガースのその6月ある程度入ってからの時期で、まあボール球にその手を出していたりだとか、ツーストライクなのに強振してしまってる、まあこれは森下選手のことなんですけども、まあまだ、まあドラフト1位で入ってきたばっかりですからね、まあまだボールに慣れてない部分もあるんでしょうけども、ピッチャー心理からしたら、ツーストライクまで追い込んだらもうみんなボール球大体投げてくるんです。それで、その強く振ることを解説席で褒める人たちはたくさんいるんですけども、それは2ストライクまでの話であって、特にノー2ボールノーストライクの時にしっかり振りに行く、これが賢いんですよ。ピッチャーボールを置きに来るような投げ込み方だから、まあ真ん中近くに投げてくるケースって結構あるんですよ。だからそこをしっかりと狙って打っていくとかね。だからそれを各バッターによって人によって違うじゃないですか。大山選手とか佐藤輝明選手とかは、ホームラン狙っていったらいいと思いますし、その、ツーボールノーストライクの時とかですよ。で、その時の狙い方って、ストライクゾーンを小さくしておくんです。そこに入ってきたら、しっかりと死んで捉えに行くと。しっかりと振ると。力強くね。インパクトの瞬間。インパクトするまではボールをマシンで捉えることだけをしっかりと執着しておいて、インパクトのその瞬間にしっかりと力が入るように。だそれでだいぶホームランの数も変わってくると思いますよ。で、率も上がってくる。まあその森下選手の話に戻しますけども、ツーストライクに追い込まれた時にワンバウンドするようなボールを振ってしまう傾向があると。だからもう相手チームにはそのデータは行き渡ってるから、同じようなことを全球団のピッチャーがしてきます。2ストライクまで追い込んで、例えば、ノーボール1ボールの時とか、それも2ストライクの時にね、それはもう落ちるボールみんな使いたがりますよ。もう振る人を振りますから、いっぱいどこの球団の人にも。だから相手ピッチャーの心理を考えたら簡単に読めることですからね。で、その軽打の方法を混ぜ込んでいくことによって、簡単にバット止まりますよ。だって、もう投げ始めたところから、膝元の下ぐらいのところのボールが、さらにそこから落ちてワンバウンドになってますから、
あれはバットが止まるのが当たり前の世界です。それも早期にね、もう これぐらいのこの斜めぐらいまで止まるまでにならなくて、ちょっとこうバットが動くぐらいで止まるっていうぐらいね、まあそれぐらいになってもらわなきゃというところだし、まあ森下選手なら真面目そうだからなれると思いますよ。まあ近本選手や中野選手とか木浪選手はそういったことがしっかりとできます。まあその次あたりが大山選手ですね。大山選手はやっぱりある程度ホームランを狙いに行く場面があって、そういうふうな振り方する部分もあって、まあちょっとそういうふうなゾーンのボールをごくたまに振ってしまう傾向があるんですけども、まあけどごくたまにですよ。結構見遅れてますからね。だから特に3割超えてた頃なんかね、平気で見送っています。それをずっと各球団もデータ持ってるから、今度はねそれを何回も見送ってたらフォアボールで歩いてるもんだから、勝負しに行かんかったらこれはまずいと、ランナーが溜まり始めると、まあこれはどこの球団のピッチャーも頭の中入ってるんでね。まあ一つのキーポイントとして、大山選手の後を打つ選手がどれだけ打ってくれるか、だからその辺のところは繋いでくれたらいいんですよね。だから佐藤輝明選手の打率が上がってきたらだいぶ変わるでしょうし、その後の選手、例えばまあ昨日の小田だったら島田選手だったと思いますけども、2人は打率が上がってくる要素あるんですよ。いくらなんでもね、島田選手も打率1割の選手じゃないですから、足速い選手はね、自然と内野安打とかが発生してきますから、だからそこへ、そのセーフティーバントを混ぜていくような形で、野手を動かして、ヒットゾーンを広くしていくと。だからそこは、まあ、最近の試合でも、木浪選手はしっかりと送りバントを平気で決めてきたりとか、きちっと、構えた瞬間の1球目からね、こうさっとストライクゾーンのところをさっと確実に送ってくると、ああいうふうなことをまあ多くの選手が当たり前のようにしてくると、やっぱり相手チームは猛チャージをかけてくると。そしたらもうバスターなんかもうとにかくゴロを打ちゃどうとでもなりますから、野手の間抜けていくときにね、もうワンバウンドの速いゴロを打てばいいんですよ、間あたりを狙ってすることはすごくイージーになってくるから、まあその辺のところね、打率はしっかり、上げれると思います。まあ私の要望としては今後のドラフトですけども、右バッターで、まあ例えばセカンドショートの木浪選手や中野選手や大山選手、まあ、あと佐藤輝明選手、内野は聞いて固まってるんですよ。あとキャッチャーも2人とも、しっかりしてくれてますから、2人合わせて、まあ、打率が、まあ、2割ちょっとぐらいかな、どうかなっていうところじゃないですか。で、補給がね、2人ともしっかりできてるんですよ、坂本選手も梅野選手も。で、まあ、盗塁もある程度、しっかりと、アウトにできてると。機能できてるんですよね、内野手。で、まあ、外野手は、まあ、近本選手はね、すごく、足の速さを生かして、広い守備で、アウト、たくさん、取ってくれてます。まあ、よくを言うと、これから先、右バッターで足の速い選手をドラフト会議で、獲得してほしいと。前川選手も左打者じゃないですか。良いバッターじゃないですか。まあ、3割ぐらいで、打ってくれて、まあ、もうちょっと今のそういう打ち方を繰り返してもらって、つなぎの方はね、今はチーム状況的にもそうですから、まあ、それに慣れてくると、こういう時にホームランを狙いに行ったらいいんだなっていうところが明確化してきますんでね、まあ、まずはしっかりと、高い打率、キープできるような打ち方っていうのを、今シーズン、しっかりと続けていただきたい。で、まあ、もちろん場面にはよると思いますよ。例えば、9回まで来て、同点であると。で、バッターボックスが前川選手で、まあ、体格はいいですから、2アウトまで、来てると。
まあ、そういう場面はね、やっぱり狙いに行くべきだと思います。ただ相手ピッチャーもそれ分かってるから、どうせ最初の方ボール球投げてきますよ。だからカウント整えさえすれば狙っていけると。まあだからそういうような状況をしっかりと頭の中で整理整頓して、まあバッターボックスにいることですね。その辺のところを1打席1打席大事にしていけば、まあみんな成績、上がります、上がってきます。これはまず間違いないです。バッターボックスで考え方がまとまってない時はね、一番厄介な時ですね。あとまあ昨日かな、解説席、昨日かその前の日で解説席で言ってた時が、言ってたことがね、バントに関して、その、バットを立てるとか、云々の話をしてるんですけども、バントで当ててる時の映像を見たらわかります。全員ほぼ水平の時がしっかりとした良いバントができてるんです。当たり前です。もう僕も野球部だったかはよくわかるんですけども、バッターボックスでバントの構えをしたときに、バットのね、ヘッドのところをアウトコースのストライクゾーンのところに設定しておくんです。そうすれば、アウトコースをストライクゾーンギリギリいっぱいのところ、ちょっとバットを動かすだけで死んで当てれるでしょ。かたや内角の方は、手前にちょっと引くだけでいいでしょ。で、バットは最初から水平に構えておく。そうすれば、高さ、低さも含めて、ボールゾーンが簡単にパッと引けます。だから、こういうようなところがしっかりと、分かってるかどうかで、阪神タイガースの選手はね、みんな、しっかりとバントできてますし、僕のバントの良い部分をね、これは場合によるんですけども、選手にしっかりと、バントしに行くっていう構えを見せてる選手にはそれを渡していたりとかしています。だからね、相手チームからしたら厄介ですよ。ピッチャーとファーストの間にバントこの間も転がしてたでしょ。あれされると両方ともぶつかりそうになるから、まずどちらが取るのかまずはっきりできないでしょ。ちょうど中間の地点って。でそういう時に、両選手がどちらが取るのか迷うから、やっぱりスピードちょっと遅くなるんですよ。で、補給してから、補給の仕方も、綺麗な補給の仕方をしないから、投げにくくなるんですよ。慌てて取るような補給の仕方をするから、次の動作が投げにくくなる。制球は定まらない。例えば、ファーストとか、もうあのケースは、ファーストの、例えばこういう風な、胸の前で取れるようなところに送球したとしても、セーフなんですよね。で、慌てすぎて、無理にアウトを狙いに行くと、送球、反らして、セカンドまで行かれたりだとか、送りバントですから、2、3塁になっちゃいますからね。そんなことしたらもう、1打で2点入りますよ。大抵のケースだから、そういう部分をしっかりと積み重ねていくと、いろんな国際大会とかもあって、行うべきことをしっかりとしてるのに負けてしまうようなケース、これはやっぱり、あると思います。例えば現在行われている男子バレーボールのネーションズリーグかカップか、そういうふうなところの国際戦ですね。その時阪神タイガースって日本男子バレーボールの試合がある日に同時に勝ててる日は試合は1試合しかないんですよ。あとは何試合かは雨で試合中止になって、そういう部分等もあってちょうど野球のナインと同じで9連勝できてるんですよ。だから9連勝終わった時点で1位で、その次の試合が負けてもまだ、勝ち数とかで1位だったと思います。未来からの時間軸で
報道番組のニュースコーナーでここぞという場面はしっかりと頭の中を、選手に送っています。だからそれが原因でリアルタイムの時間帯がね、同じ時間帯に試合をしてるから阪神タイガースが勝てなかったりだとか、その辺のところがね、ただ両方とも勝ってるケースもあるので、そういうふうなところもあるから、今日は日本代表の何かの試合があるからといってその試合を諦めてしまうような心意気ではプロとして通用しません。はっきり言ってそれは違います。世界戦なんかしょっちゅうほとんど毎日のように行われているんです。その中で結果を出してるんです。だからまあ神がかり的な力の総合能力では私は日本でというか、まあ世界でも1位なんじゃないかなと自分のことを認識していますので、まあ選手の皆さんは毎試合にしっかりと勝ちに行くことだけを全力で考えていただいたらいいかと思います。ただまあ点数がね、あんまりにも例えば8回9回まで来てあんまりにも点数の差が開きすぎると、そこはね僕も自分の行動を、チェンジして取捨選択の考え方を導入します。例えばオリンピックとかだったら同時刻にたくさん試合が行われていると、じゃあどの選手を勝たせるべきかっていうのを、それまでの実績とかいろんなことを踏まえて、試合の時間がこの競技はどれぐらいあるとかでどの選手に、力を、渡していくかっていうところを僕は、考えて東京オリンピックなどは対応しています。だからはっきり言ってこの選手にはもう力を渡さないでおこう、こっちにしておこうで、こういうふうな割り切りをしてるから最終的に大量のメダルを生産できる。もちろんもう東京オリンピックはね、もう朝の7時ぐらいからもう試合始まってますから、で夜の22時ぐらいまで、だからもう22時ぐらい試合なんてもう 3-on-3 とかだから、もう相手しないようにしてるんですよ。でただし他の競技はもう少し早い時間帯、夜の8時とか9時から始まって夜の22時を過ぎるようなケースも出てくると、もうそれ以上になってきたらこちらは持たないですから、その後食事したりとかしなきゃならないですから、東京オリンピックなんかはねもう自分が昼ご飯を食べなかったことを忘れていて、もう選手の勝ち負けだけにも全力で取り組んでいて、自分が昼ご飯を食べてないことをすら忘れていて、晩ご飯も頭の中の過しすぎで自分が今日晩ご飯を食べたかどうかもまだ分かってない、もう倒れ込んでるんですよ。もう本当に栄養が足らないからもう頭の中も過したりとかでもう力尽きて家の中で倒れ込んでしまっていて、さすがにねそこはコンピューターがフォローして、体の7箇所ぐらいがあったかくなってるような状態で、まあなんとか動けるようになって、自力で晩ご飯を作り始めて食事して、まあなんとか殺されずに済んでると。もしままもうとにかく寝ようで、もし晩ご飯食べないで寝てしまう、寝ようとしてしまうと明らかにその栄養不足で次の日本当にもうどないも、もうどうにもこうにもならなくなるでしょうね。だからそういうふうなね、スポーツの勝ち負けをこう取り組んでる人間の辛い部分、もちろんオリンピック期間中って試合終わるまで全く笑ってませんから、オリンピックはその期間中ですよ。まあその当時大谷翔平はホームランを1本ぐらいかな、
それぐらいしか打ててないですね。オリンピックにもうかかりきりになってますのでね。だまあちょっと大谷翔平選手の方も、まあ、最後の方ちょっとイライラ感が、ベンチの中であったみたいですけども、そこはね、全体的にどうなってるかを理解していれば、まあ、これは阪神タイガースの選手もそうですけども、イライラしないと思うんですよ。まあ、ある程度の部分でね、人間協調性がないとダメですから。だからまあこの辺のところは阪神タイガースの試合を勝ちに行きながら、ヴィッセル神戸の試合も勝ちに行くで、両方勝ってるケースっていうのは結構あるんですよ。今シーズンでもしっかりそれは実証しています。それどころかエンゼルスも勝って、阪神タイガースも勝って、ヴィッセル神戸も勝ってると、同じ日に。こういうことを達成するのが私には当たり前の状態で、それができなかったらこんなにたくさんの世界戦同時に対応なんかできないんですよ、もともと。それでも私は阪神タイガース今年日本一を狙いに行きますし、リーグ優勝の数もはっきり言って阪神タイガース少ないでしょう。だから一勝のアドバンテージがやっぱりクライマックスシリーズでありますから、正直リーグ優勝と日本一両方を今シーズン私は狙いに行きます。でその代わり来年リーグ優勝も日本一も、まあ、かなり難しいと思っておいてください。やっぱりその辺をしっかりとした理由の軸として、ね、1950年からの各球団の優勝回数を見て、交流戦にしろ、交流戦はもう横浜ベイスターズに、勝たせてあげようと思っていました、優勝ね。で、時期的にその男子バレーボールの大会は気がついたら始まってた状況なんですけども、まあその辺のところでの順位ですから、あまり阪神タイガースの選手もね、もうそれは仕方がないことだと、割り切ってもらったらいいですよ。前半が終わって1位にいるっていうことがね、そこは大事なところで、あとはまあ広島の方たちへのメッセージなんですけども、まあG7 等に関してなんですけども、広島で行われてたっていうことを理由にして勝ちに来られたとしても、もともとそこまで話を広げたのはこの淡井圭介であって、岸田さんもまあ広島側とかそういうふうなことをおっしゃってるんですけども、広島カープをとか、まあだけどもね、本質は淡井圭介側なんですよね。でそれで物事を見なかったら、優勝を全球団が同じぐらいの数、交流戦とリーグ優勝と日本一の数ですね、それを揃えていくことがね、難しくなってしまいますんで、それをしなかったらね、富の分配がうまくいかないんですよ。だから東京ばっかりに以前はお金が集まっていた淡井圭介が生まれる1977年ぐらいから物事の流れが変わり始めてるんですよね。で1985年の阪神タイガースの優勝から、巨人ばっかりが優勝していたセリーグのものすごく面白くない、野球が変わっていったんですよ。だからちょうど優勝がみんな順繰り順繰りで回るぐらいで、セリーグの全球団のお客様のね、収益性とか、もうこれは経営の話になってきますけども、そこがしっかりしてきて、で最終的に、ね、年俸規制は今回の裁判でしっかりとかけさせていただきます。本当に今6億円とか、本当に選手に出してるんだとしたらね、そんなものも私から言わせたら、それ宿泊費とか交通費とか選手持ちの分はあると思いますよ。だけども、落合さんが三冠王とかを取ってた時に、何回も2度三冠王を2回以上は取ってるでしょ、落合さん。で、年俸が1億円だったんです。当たり前ですよ。総理とか安倍さんですら年収2400万円とかだったんですから。国に自主返納とかをして給与
そこから納税とかをしてたと思いますよ。もしかしたら自主返納プラス納税、まあけど基本的に年収の話ですからね、そこから納税だと思いますよ。所得税の話です。ですのでね、いろんな権利もの含めて年俸1億5000万が最上限にさせていただきます。で、まあその分まあ2軍の選手とか、1軍に帯同するときに年俸が低いじゃないですか。だから宿泊費とか交通費どうしてるのかなっていう疑問があります。本当に何試合も帯同していたら手元にお金がないんじゃないですかっていうことになってきますから、だからそこどうしてるのかなっていう部分がありますから、本当はね、契約書を普通の一般的な給与の算定表の雇用契約書で4年間ぐらいの契約をしてあげて、で、会社の方が交通費とか宿泊費を持つような形ね。で、成績良かったらボーナスを年間で7ヶ月分出してあげると。まあ、テレビに出る以上、まあ、基本給にプラス、まあ、10万円近く上乗せと。まあ、高卒の人で大体、まあ、18万、19万はないかな。まあ、そんなものですね。基本給で、大卒の人で、まあ、22万ぐらい。で、それに、著作権で、まあ、10万上乗せしての算定表で、まあ、見ると。だから基本給は、まあ、30万ぐらいあれば、ボーナス7ヶ月分出るんであれば、年収が500万超えますから、宿泊費とか、交通費とか、あと、まあ、寮に泊まってる、その、寮費も、会社負担にしてもらったら、自分の給与負担でない場合に、その方がいいんじゃないかなって思うんですよね、選手にとって。で、私が申し上げている、複数本拠地制度を用いて、3月は沖縄とか鹿児島県とかで試合を行って、徐々に北上していくと。そうじゃなかったらね、ナイターはお客さんの方が寒いんですよ。で、の試合とかロッテの試合で見受けられるんですけども、お客さんが球場内でジャンプするでしょ。あれされたら困るんですよ。あれされたらどうなってるかって言ったら、スタジアム内で震度1がずっと続いてるんです。あんなことされたら早くスタジアムが老朽化します。スタジアムが建設費をいくらか、もう皆さん私が何回も言ってるかもう理解できてるでしょ。100億円を軽く突破するんです、スタジアムの建設費ってね。土地代込みで東京ドームなんか848億円か868億円ですよ。だから本当にものすごく高いんで、球場は大事に使ってください。お客さんの方にアナウンスをしないと、球団の方がね。で、飛び跳ねない、まず寒くて体を動かすなかったら体が持たないっていう状況あるかと思うんですけども、まあ、その辺はね、広島のファンの人たちが行っているように、屈伸しながら、選手を応援するって、スクワット運動、あれは結構体力いると思いますよ。で、足腰強くなると思います。ああいう風な方法でいいと思いますよ。まあ、何回も電車が通ったりとかして、まあ、間が空いてる動画ですけども、皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。阪神タイガース、後半戦もしっかりと、頑張りましょう。まあ僕の方は試合が終わるまで遊ばないというそのルールを
いつまで持つか分かりませんけども、対応していこうと思ってます。ただもうこれも、しっかりと数字計算してませんから、これ労働時間日本シリーズぐらいの頃に2500時間途中でオーバーしてしまうんじゃないかという判断があれば、さっきのあの取捨選択でね、例えば8回とかで点数があまりにも開いていたらもう諦めるとかね、その辺のところで、労働時間を区切ったりだとか、もしかしたら前半戦で、まあ、遊んでしまった日はその中日戦の、あの1、2試合なんですよね。まあその辺はねちょっと試験的な内容だったんですよ。一応ね昼間遊んでいても阪神タイガースが勝ってる試合はあったんですよ。だからトータルで遊んでるよりは3回なんですけども、まあ、どこからどこまで遊んだかっていうその定義は何なのかっていうことになってくるんですけども、そこはルール法律で遊んでる時間は休憩時間ですっていうことを私はしっかりと言ってるんですよ。これ今体温がどっか行ってるから、まあ、誰かが打つかしっかりとあの抑え込むかですね。結構の体温がいってますね。こっそりほどじゃないんですけども、まあ翔平のね、翔平に先ほどの体温がいってるとしたら、翔平の筋力を考えたらね、芯でしっかり捉えたらホームランになりますよ。まあさまざまな部分を含めて、まあ、私の方もいろいろ対応しますんで、まあ選手の方たちが仮に打たれたりとか負けたりとかしても、あ、まあ今日はしょうがない日なんじゃないかなっていうところで、あんまりストレスをためない、その方がねやっぱり精神的にも肉体的にも苦しくない部分がありますから、次の日の、試合にまあやっぱり精神的にも追い込まれてない方が、肉体的にも追い込まれてない方がいいでしょう。その日朝から今日しっかりと勝ちに狙いに行こうと、まあ、そういうふうな気持ちで取り組めると思いますんでね。まあ、皆さん気になさらず後半戦も一緒に頑張りましょう。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。